俺たちの大好きな SD ガンダムシリーズ第94弾ゴーテンガンダム。どうも高見です。今回もタイムアタックにチャレンジしてもらっています。今回のチャレンジャーはダイさんです。よろしくお願いします。いやタイムアタックと言いますが、さすがにこのゴーテンガンダムでベストタイムは大変だと思うので、今回は、タイムアタックはしてもらっていますが、頑張って、作ってもらえたらいいなと思っています。ちょっと長いかもしれないですが、皆さん、最後までお付き合いしてもらえると嬉しいなと思いますね。ゴーテンガンダム、レック、レッパ、レッコ、3種類、作りまして、そうなるとやっぱゴーテンガンダム作らないとねってなっちゃいますよね。ということで、ゴーテンガンダムをダイさんに作ってもらっています。ダイさんは意外とガンプラはめっちゃ作るんですけど、意外とこの BB 戦士というものは通ってこなかったらしいので、この当時結構流行ったこのランナーロックというその、ね、同じパーツを先に組み立てるっていう、ね、システムが結構この当時主流になっていたんですけど、やっぱそこら辺とかちょっと衝撃だったと言っていました。いやこのキット本当にね、僕はこのキット確かにでかいので作ったことがなかったんですけど、いやーパーツもでかいし箱もでかい、とても大変なキットになるのではないかと。まさかのこれがプロトタイプガンダムっていうことがね、ちょっとなんか斬新ですけど、ベースが、そんな感じでこちら頑張って作ってもらっています。いやどうでしょう皆さん、このキット作ったことあります？抹茶ジューさん、これ2個目か3個目って言ってましたね。さすが抹茶ジューさん、これも抹茶ジューさんから預かったキットになりますが、皆さんどうでしょう、そんなに何個も作りましたか、こちらのゴーテンガンダムを。まあまさかのこれ当時品なんですよ。大体みんなねプレ版の再販だとか、なんかそういうネットフリマとかで買ったやつだろとか思っているかもしれませんが、意外とね抹茶ジョーさんはね、なぜかね、あの当時キットをね、そのままね、1個作ったら保存用とかで取っとくのか、当時キットをそのまま保管していまして、最近はこの動画を上げるために、その思い出の、その隠し持っていたキットをこう、ちょこちょこ出してもらっているんですが、こちらのゴーテンガンダムも、当時買ったやつを、残していたらしいので、まあ当時といっても、本当に子供の頃なのか、ちょっと大人になってから再販したのかってなると、ちょっと僕も、そこまで詳しくは聞いていないので分かりませんが、最近の再販したキットではないっていうのが、まあ、ある意味なんていうんですか、うちらのタイムアタックの、結構なんか攻めているとこなのかなと思います。そんな感じでね、ゴーテンガンダム、ノーマル形態は作れたんですが、実はこのキット、まあ後で分かったことなんですけど、あの色がね実はね変色してしまっていまして、まあ後で完成品見てもらうと分かるんですけど、レッコーのね鎧の色がね、なんかなんでしょうね、袋の中で色が混ざったんでしょうかね、ちょっと謎すぎて僕も分からないんですけど、色が違うということでね、あの本人いわく、あの大さんいわく、あの説明書とパーツが違うんじゃないかということで、すごく悩んでお時間がかかったらしい。そこでいや、さすがに僕らも色が変わっていることはね想定してなかったので、そこは申し訳ないなと思いますが、ある意味それが本当に当時キットということで、やっぱあのクリアパーツというかね、そこら辺のがねやっぱね変色するということで、皆さんもあのもし当時のキットを保管しているのであれば、あの色が変色していないか、確認してもらったらいいかなと思います。まあそんなこんなで、だいぶ鎧も作れていますが、いや当時斬新ですよね皆さん、このね普通の武者ガンダムの、ね、ところにあの他の武者の鎧を3個くっつけるという謎のデザイン、僕はちょっとそのデザインが衝撃すぎて、僕はこのキットに多分子供ながらに手をつけなかったんだなと思いますが、皆さんどうです、この謎の鎧たくさんつけるシステム皆さん好きですか。もうちょっとね、大さんも疲れてきたということで、ちょっと鎧とかを組み立てだけ全部して、タイムアタックを終了するということで、頑張って作っています。制作時間は55分29秒、1分切ったのがすごい。
どうです、ちょっと色違うでしょ皆さん。そんな感じで、今回ご視聴最後までありがとうございました。うちらのキットは意外とね、たまにこういう謎の陶磁キットも出すので、次回も皆さんご視聴よろしくお願いします。